どうも皆さんおはこんばんにちは。はるな館長です。よろしくお願いします。今回はですね、あのー、皆さんにちょっとした小ネタというか、えっ、ー、と、アクセサリーご紹介したいなと思います。もう何の代わり映えもしないはるなさんは、えー、そういった商品に普通に手を出してしまうのかといったような商品をご紹介したいなと思います。今回ご紹介するのはこちらになります。 なんかね、送られてきた時にこんな感じで送られてきたんだけど、それも見せるわ。今回ご紹介するのはこちらブチャアップルの USB-C2 ヘッドホンジャック、えープラスですね、ライトニング2ヘッドホンジャックのご紹介です。イエーイはい。こんな感じで送られてきました。マジです、これ。こんな感じでさ、 送られてくるんだねマスキングテープ貼られて送られてきたよ。すごいよね。びっくりしました。えー、春菜さん、こういった商品を買ってしまいました。えー、なんでまたこんな商品を買ったんだ、春菜さんっていうふうにおっしゃられる方も多分いるでしょう。えー、なぜなのか、まずその理由もね、少しだけお話ししておきます。えー、まずですね、昨今、やはりそのビデオ会議であったりとか、 えー、ビデオ通話であったりとかもしくは普通のね通話え m ズームディスコードえ c スラックマイクロソフトチーム s 等々のえー、コミュニケーションツールで通話をすることが多くなってきていると思います LINE もしっかりですねえー、その中でですね例えば通話するにあたって電話を耳に当てながら通話するっていうこともまあ普通にあるんですけどもてかそれがまあ基本スタイルえー、として まあ捉えた上で普通に完全ワイヤレスイヤホンとかその有線イヤホンで通話する機械っていうのもあるかと思いますその中でですねイヤホンジャックがどんどん廃止されてきている現状もありますまあまだ普通にね残ってるパターンもあるんですけども結構ね僕の端末でもないっていう端末が多くなってきています、えー、その中でですね、えー、こういった u s、えー、b c to to ヘッドホンジャックであったり、ライトニング to ヘッドホンジャックであったりは、やはり必要かなと思いまして買いました。えー、ちなみにですね、u s b c to to ヘッドホンジャックは2個買っています。1個はね、アウトレットの検品のやつで買ってます。こんなね、パッケージできました。この箱では来なかったです。はい。というような感じですね。じゃあ、まず開けていって、えー、ちょっとね、見ていきましょう。これでいけるのかな はいまずこの USB-C2 ヘッドホンジャックを開けていきます、はい、ただ開けるだけの動画なんで、えー、使い勝手とかは検証しないかな <laughs> はいでこれでんんんこれあっ <laughs> あれあこうだねはいはいはい開きましたじゃあはいせーのはいこんな感じですね いいですね、はい、中身はこんな感じアップルのねこの変換のケーブルってね結構細いんですよねそれが本当にだいぶ何て言うんだろうなんか貧弱さだなぁと思ってますちなみにアウトレットのものはもうすでに使っていますえそれはですね普通に、えー、認識して使ってますねこれはあれかな説明書だねはい もありますアップルシールとかもあんのこんなんてないよね。はい、こんな感じで保証みたいなのもあるのかなはい。ってな感じです。これで大体ね、800円か900円ぐらいしたかなまあ、1本あたり。まあ、そんなにね、ぼったらね値段ではなかったですね。まあ、どういうことかっていうと、あのー、 まあエレコム製のとかを実は持ってたりしたんですけどもエレコム製のがですねあのー、Google p ピクセル3で実は使えなくてですねなんか対応しないアクセサリーですって言って弾かれちゃうんですよねそれで新たにこの Apple のこのアダプターを買いましたこれだったらさすがに全部通るだろうみたいな <laughs> そんな強烈な安心感から選びました次 えー、ライトニングトゥーヘッドホンジャックですね。はい。開けて,ていきます。プまあ中身の構成はほぼ同じですね。もう多分同じ、同じですね。はい。もう中身の構成同じです。これも大体900円ぐらいでしたね。よいしょ。はい。はやっぱ遅いな。はい。こんな感じですね。えっと、これはですね、もうこの iPhone 11 Pro に一つついてるんですけども、 え買い増しみたいな感じですね。はい、こんな感じで使います。えー、っと、家に置いておく用と、えー、外でもう常備して持ち運ぶ用、えー、2つ、えですね。買ってみます。はい、いやなんかこれでもう3000円だよ、返還だけで。なんか泣けてくるよね。思えばちょっと高い気はするわ、正直。 なんかどんどんね感覚がまひしてる感はあるさあ開けていきますもう作業普通の作業のようにね開けていきますグジュッとはい来ましたはい撮っていきますはい撮れました <laughs> なんだこの映像って感じですねはいてな感じですおそらくですね皆さんこういったイヤホンのね 変換ジャックというかこういうのって選ぶの悩まれると思うんですけどもまあ一番は多分ね有名メーカーどころのを買うのが一番いいですねエレコムとかでもまあ別にいいんですけども普通にこういうのは多分アップルが多分一番いいかなと思います変換的にはまあライトニングが売ってるっていう点もまあしっかりですけどもうん一番いいと思いますねあのー。 対応しないとかなんかサポートしないとかっていうのを言われたりしちゃうとすごく困るんで多分その一番そういう相性問題が起こりにくそうなものっていうとやっぱりここのシリーズかなっていう風にはなってくると思うので、えー、皆さんもですね、えー、選ばれるときは、えー、ぜひぜひですね、えー、この Apple の、えー、変換アダプターを まあちょっと耐久性とかがありかもしれないんですけどねそこはちょっと後々の検証かなってな感じです。はいということでですね今回は、えー、この何て言うんでしょうビデオ通話、えー、チャットツールコミュニケーションツールを最大限生かすための、えー、ツールの一つとして 変換アダプターのご紹介をいたしましまということでですね、えー、また次回の動画でお会いできればなと思っております。えー、チャンネル登録の方ね、よろしくお願いできればなと思います。どんどん動画もね、出していくのでよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いできればなと思っております。はるなでした。バイバイ。